にちは。こんにちは。ゆたかさん、はい、久々にまたちょっとツイッターで、はい、ゆたかさんに何か聞きたいこと、質問がありますかと、ある方いますかと聞いたんですけど、第2弾だったんですけど、結構聞きました。来た。来ました。聞きたいことまだ。今度は何、武豊と間違ってなかった。誰も間違えてなかったです。よかった。この前間違ってたな。そうなんです。武豊とか、今村豊さんですかとか。竹野内豊かな。なんで似合っていない。はい、はい、はい、行きましょう。はい、まずはトラテッチャン。置いていくのやもん。トラテッチャンさんです。ありがとうございます。はい、どうも。三冠王とトリプルスリー、はい、どちらが難しいですか。あ、どっちが難しいと思う。私は三冠王。そりゃそうだよな、はい、トリプルスリーっていうのは個人的なもので、うん、まあ、能力的なものも、まあ、もちろん備わってないとできないんだけど、うん、まあ、盗塁っていうのは難しいけどね、うん、トリプルスリーの中のこう足を兼ね備えるっていうのは難しいって、体力的な消耗もあるし、はい、難しいと思うけど、でもまあ数字が30、30じゃない。そうですね、うん、トリプルスリーで3割と、はい、まあ、3割打つのも大変だけどさ、はい、でも三冠王ってさ、うん、そのリーグの全部三冠トップにいなきゃ取れないわけでしょ。そうです。そりゃ難しいよね。しかも相手ありきですもんね。相手がある。だからトリプルスリーっていうのは個人のこう忍耐力というか、はい、そういうのが試されるというかね、うん、意思とかそういうのが試されるけど、三冠王っていうのはもう相手との競り合いもあるし、はい、まあ、でも三冠王を取る人は相手のことは気にしてない、自分を信じてると思うけどね、はい、だからやっぱ三冠王っていうのはそれは難しいよ。これまでどのくらいいるんでしょうね、三冠王を取った歴代、まあ、野村さんとかいるじゃない、王さんとかブーバーとか、まあ、掛布さん、掛布さん取ってないですか、三冠。クロマティ、クロマティも取ってない、うん、あとバースとかさ、バース、うん、とか落合さんとかね。でもそんなに多くはない。それは多くないよ。三冠、ね、トップや、あ、松中、あ、中さんですか。松中。松中さん。あ、松中も取ってるね。はい、あれ一番最近だと松中じゃない。松中さんで終わってるんですか。うん、そうそうそう。難しい。いや難しいよそれ。そうか。さ、率も残さなきゃいけないんだからさ。そうですよね。で三冠を取る人っていうのは半端ないマークをつけられるからね。そっか、だから歩かされる確率だと大きいわけですもんね。だから三冠を取る人っていうのは4冠に輝く可能性があるよね、はい、出塁率という。ああ、それも一緒に取れるってことですね。多分取れるよね。そっかそっか。だから4冠に輝く可能性が高いというね、うん、もしここに4040が入ってきたら、はい、これどうなります？4040、いや4040が入っても、うん、やっぱ三冠王の方が難しいよ。40本と、いや、そのね、40個走るってね、うん、俺らの感覚では130の計算だから、はい、だから3試合に1個は絶対走らなきゃいけないわけでしょ、はい、ホームランだって3試合に1本ホームランを打たなきゃいけないわけよ、うん、あ、そうか。この確率っていうのはさ、はい、すごいよね。いや、ちょっとすごい。これは同時に40、俺は130試合で育ってるから、はい、そしたらやっぱりこう3試合に1つ必ず達成してなきゃいけないっていういうふうに思うと、やっぱしんどい数字ではあるよね。そうですね。で途中でね、怪我とかでそういうのもしちゃいけないわけですもんね、全試合出てる。だから三冠を取ってなおかつ40個走れる人がいたら、うん、すごいよね。これは新たななんか歴史立てる人が、いやまあ出てくると思うよこれから。あ、出てきますね。出てきてほしいけどね。あ、ちょっと楽しみですけど、まあ三冠王が難しいと。で続いては、はい、早磯さんです、はい、盗塁と走塁は、はい、まあ、自分は違うものだと思っているんですが、はい、これまず走塁がうまいのは選手誰ですか。これはね、はい、まあそれ数多いよ、うん、でも俺が敵としてね、はい、俺を除いてだよ、はい、まあそうですね除いてうまいなと思ったのは元木。元木はうまかった。走るイメージがなかった。ないでしょ。走塁はうまい。まず盗塁と走塁っていうのは別物なんですよね。盗塁っていうのは、はい、盗塁っていうのは反射的なものじゃない、はい、あとスピードと、走塁っていうのは判断力だよ、判断力と相手の心理だよ、うん、これが元木はうまかった。相手の心理をよく分かってた。塁にいて、うん、野手の心理を。例えばだから足は遅いよ、はい、本当に遅かった選手だし、うん、だけどやっぱりね、うまかった。それは例えばちょっと走ると見せかけるようなジェスチャー。いや、そんなことじゃない。どんなことなの。
だからこうリードの幅とかさ、はい、走っていって止められた時の次の塁を狙うこの距離感とかさ、ベースとどのぐらい離れてるかとかさ、はい、見てたら、あ、こいつは野球よく知ってんなと思って。あ、そうなんですね。それでもう一人だ、はい、種田という選手、種田さん、はい、俺も守備走塁コーチをやってた時に、はい、お前はその走塁はどこで教わったんだって言ったら、はい、あの上宮っていう高校なんだけど、はい、その監督がうるさかったらしいんだよ、走塁が、はい、その元木と同級生だ。あ、同じですよね、高校だから。やっぱ高校の時にしっかりした教えを受けてるんだなと思って、はい、この2人はうまかった。あ、そうなんですね。いや、じゃあ元木さんと種田さんが、うまかった。今も現役選手で、豊さんがパッと見る限りで、あ、この走塁いいなっていう思う選手っています？まあ現場にいるのとさ、現場で一緒にやってるのと、うん、まあコーチで見てるのと、うん、また解説で見てるのとはちょっと違うからね。まあそっかそっか。だからなかなか分かりにくいけどね、うん、その太陽あったんだから決してさ、はい、これ勘違いしちゃいけないのは、はい、足が速いからって言って走塁がうまいっていうことではないんだ。そこですね、うん、足が遅くてもうまいやつはいる。ああ、こいつうまいって思うときやつは確かに別物ですね。そう、別物なんだよ、全然ね。面白いな、ありがとうございます。続いてミケレコホームズさんです、はい、豊さんが現役選手2人でスーパーカートリオを組むとしたら誰と組みたいですか？おお、俺は1人入ってていいんだ。うん、そうです、そうです。あと残り2人です。そうだな、はい、それで打順でもいいですよ。 1,2,3 決めてもいいですよ。1人はやっぱり山田哲人かな。そうなんだ。でもう一人は西川春樹かな。あ、ハムの、うん、この二人ですか。この二人に共通してる言えることは、はい、失敗が少ないんだ。あ、そういうことなんだ。ああ、失敗が少ない。だからアウトになるような盗塁はしないっていうことなんですか。そうだね。もしたら必ず成功で、俺がいるでしょ、はい、豊さんいます。そしたら俺が失敗できるとみんなが確率悪かったら嫌でしょ。前現役の時あったって言ってましたもんね。それから、いや、だからこの2人は成功率が高いから、あ、だからそうなの、この2人と組むんだったら組みたい。自分の失敗が隠れるから。じゃあこれで1,2,3番組むとこうオーダーするとするとどうします、うん、1番誰にします？まあ出塁率から言ったら俺だろうね。あ、1番豊さん、うんうん、で2番が西川春樹じゃない。ああ、そっか。で哲人が3番。これ見てみたいな。何かで見れないんですかね、これ。ゲームでも見れない？あ、ゲームだったら見れる。見れる。これやってほしい。このだから2人が成功してくれるから。2人が成功するってことは、豊さんは1番出たとしても盗塁するってことですか？いや、確率は高いです。いや、だけど西川が出たら、はい、ね、俺が後になっても西川が走ってチャンスは広げてくれると。で山田哲人でなんか返してくれる。ね、でも現役だけで組むとしたら、はい、もう一人は源田が入ってくるから。あー、なるほど、うん、源田2番だね。そしたらで1番が西川選手で、あ、これで組んだら面白いと思う。そうですね。あ、これも面白そうですけど、まあ、シュートというのは足の速い選手がいるけど、はい、だけどまだまだね、打つ方がまだちょっと心もたないし、はい、まあ、こういう現役で、うん、まあ、源田、西川、あ、西川、源田、山田って続いたら相手は嫌だと思うよ。嫌ですね。嫌だよね。これありですね、うん、面白い。あの金子もいいんだけどね、西武の、はい、ただやっぱこう打つ方、出塁率っていうことを考えるとさ、うん、やっぱこの3人になっちゃうかな。はい、続いて瀬郷さんです、はい、開幕戦というのは正月みたいなものだと聞いたことがあるんですが、はい、その、まあ、開幕戦の前日はどんな風に過ごしてましたか、はい、まあ、ホームとアウェーでそれぞれの過ごし方教えてください。まあ、アウェーはさ、はい、もうとにかくホテル住まいだし、うん、まあ、それなりに次の朝起きて開幕日っていうのは、うん、なんかいろいろこうお祝いのタイのお菓子が作って、うん、バーンとあったりだとか、はい、いろいろするんだけど、はい、まあ、家では、はい、家の時は前日はそうでもないけど、やっぱこう出ていく時にタイのお菓子が付きとか、やっぱそ
なんですね。あ、まあ、そういうのでやってたよ。あ、まあ、弦を担ぐというか、もうめでたいっていうことで、ね、あ、そうなんです。活動とかではないんですね、そこは。活動重いでしょ、ちょっと。これ重いと思うよ。とか重い重い。まだじゃあタイの方がね、白身魚だし。まあそうだね。それで我々の頃ってさ、桜がちょうど咲く頃でさ、はい、ね、うん、でやっぱこうタイのお頭付きを食べて。で車に乗って球場を向かう時に桜の花びらが散ってるみたいなさ、あ、素敵な光景ですね。あ、そうそうそう、素敵な時期に開幕だったね、俺らの時はね。そうですよね、うん、あ、4月ですもんね。だいたい4月だったから。そうですよね、うん、その球場に行くと、例えばホームだと何か、例えば球団関係者だったりいろんな子集まったりとかしてるんですか、やっぱ開幕だと。いや、やっぱり それなりの関係者来るよね、本社からも。あ、やっぱり。いや、そりゃ来るよ、ね、声かけられたりとか、さあ今日も今年も頑張ろうねって言いながら、あ、よし行くぞみたいな、そういうふうに気合を入れてやっぱり、まあ、そうだね、うん、では他にもまあちょっとね、いろいろ来てたので、はい、またねちょっと質問コーナー改めてなんか設けたいと思いますけれども、はいはい、面白い質問やっぱね来てますね。ああ、うんうん、まあ質問というよりも、はい、なんか夢があるね、なんかね。あ、夢がある。まあ例えばスーパーカトリオを別の人で組んだらみたいな。あ、そうですよね、うん、まあ、見てみたい。そうですよね、なんかこのスーパーカーを現代にしたらみたいなので、ちょっとなんか作りたいですね、オーダーだったりとかセパとかで。面白くないですか、そういう企画。面白いバッサリバッサリ行かれたわバッサリ締めます、ね